はい、どうも、ジューです。マリオカート7、パート11やっていきましょう。さあ、今回もミラーノグランプリ進めていきたいと思います。さあ、前回は、兵法でフラワーカップをクリアしたということで、今回は、なんだっけ、スターカップですね。じゃあ、今回どうしましょうか。じゃあ、今回は、じゃあ、ワリオでいきたいと思います。ワリオで、カートとかどうしようかな。じゃあね、じゃあ今回これにしましょう。スケルトンっぽいやつ。じゃあこれと、あとは、じゃあこれにしよう。はい、ということで今回はスケルトン、ワイルドレッド、そしてバサバサカイト、これでいきたいと思います。でも強いかなこれ。よし、ということで今回はスターカップですね。なんとか頑張っていきたいと思います。もちろん狙うはオール1位。まあできれば星3つも狙っていきたいですね。そう、オール1位を取れたとしても、必ず星3つになるわけではございません。なるべく1位を走るようにしましょう。よし、まずはパックンスライダーから。パックンスライダーもなかなかここいいからさ、まあできればなるべく早くやっていきたいんですけれども、落ち着け、行くぜ。待て、なんで先頭2人がマリオ・ルイージなんだよ。落ち着け、あい、行って、あ、危ない。オッケー、クッパが噛みつかれてくれた。待て、行って、ちょっと待て、落ち着け、ちょっと待って。オッケー、スターだ、行け、行け、おりゃ、さっきのやり返しだ。まずいって、これ。オッケー、オッケー、マリオが食らった。オッケー、バックフラワー。オッケー。こうして、よし。待って、ここら辺の道狭いからなぁ。ほんとにマジで。いけ。誰か食らえ。食らわない。待って、マリオカード7だとまだこれ、まあ、それをそもそもマリオカード8だとこれ、ゲッソー。まあ、ゲッソーで、これ、あれかな。まあ、とりあえず、これ、ワリオっていうキャラクターは、マリオカートのゲームだと、あれなんだよね。マリオカート64からずっといるキャラクターなんですけども、実は、まあ、隠しキャラとして登場するのは、実は唯一マリオカート7だけなんだよね。なので、まあ、マリオカート7だけ、あれ？でも、マリオカード DS は、あ、マリオカード DS は、最初からいるか。OKOKOK。待って、ここでまたゲッソーかよ。さあ、ファイナルアップ行きましょう。落ち着け。まあ、でも、マリオカートというワリオっていうね、本当にマジでちょっとあれだと思うけれども。そして待って、意外と2位すぐに後ろからつけてんな。落ち着け。危ない。やばいな、これ。まずいって、これ。あれ、落ち着け、マジで。オッケー、こう来て。オッケー。なんとかゲストを押すみよ。あれ、また？やべ。あ、間違って前に投げてしまったけど。でも関係ない。オッケー、ナイスー。ということで。無事1位を取ることができました。まあこういうもんですよ。さあ次はワリオシップ。さあここはもうマリオカート7の、これ結構戦艦としてはこれ結構いいコースなんですよ。ただこれミラーだからな、ちょっとあれですが頑張ります。行くぜー。待て、落ち着け。待て、よく見たらクーパースタンダードカードじゃねえか、これ。まずい。危ない。ルイージー？まずいって、オッケー。とりあえずこう来て。うわ、危ない。やばい。なんなんだ、これは。マリオ、そして。はい。オッケー。いい。で、こう来て。待て、こっち行くと、あ、これか、外回りか。オッケー。
行け、こう来て、行け、よーし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 。待て待て待て、あー、無理か。なんか、ワリオの声もなんかいいよね、意外と。まあ、マリオ、ルイージー、ワリオ、ワルイージーの声優は、実は同じ人なんですよね。まあ、皆さん、これはもう知っている人多いと思いますけれども。落ち着け。やばいな。危ない。まあ、緑コーラを前に突っ切っていく。ちょっと待って、赤コーラさ、本当に、あれだわ。あ、やばい。あーい。で、ここで使っていく。そういうこと。これが赤コーラの正しい使い方です。待て待て、落ち着け。待って、ミニターボすんならこれあれかな。いけ。待て、落ち着け。まずいなこれマジで。待て、ファイヤーボールが怖いね。さあ、ファイナルラップいきますわ。待って、なんで、コンピューター一式の持ってるやつが多いの。今、ルイージとクッパと、3位のリーチと4位のクッパと、あとは7位のヘイホーとデイジーの、あ、待て。これ譲るわ。なんでなのかというと、もう皆さん察しがついてると思います。いて。OK, OK, OK, OK。こういうこと。トゲゾウが規定だからなんですね。落ち着け。やばいな、これ。まずいな、待て。こう来ても、で、わかるよ、これ。いてて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 。いけ。まずいなぁ。ちょっと待て。もうここら辺でやっていかないといけない。よし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 。ナイスー。ということで、無事1位。オーケ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 ー。とりあえずこれで20ポイント。なんとかうまくいけている。はい。素晴らしい。さあ、次はネオクッパシティ。さあ、ここはね、もう本当に 3DS の時にも結構人気のあるコースだと思いますけれども、まあ、ここは BGM がね、複合になっているので、とあるコースの。まあ、一つとしては燃えてあるのが、まあ、64のキノピオハイウェイですよね。待って、いけるか、これ。落ち着け。バナナが出ました。待て。なんてか、ここ、なんでこれ、防げるか、これ。行って、横から？それは予想できないって。行って、もう、自分で当たったやつが当たったんかい。待て、打ち付け。ちょっと待て。待て、星3つを狙うなら、もう、本当に、なるべく強いアイテムを、頼りにしないのが、これ結構いいよ。待て、アイテム。うわ、ゲッソー。月曜はゴミだなぁ。待て、落ち着け。よし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 。待て、落ち着け。待て、ここは、普通に頭ゴン行くんだね。そしてアイテムが取れない。落ち着け。待て、危ない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 。落ち着け。あー、もうそれは無理。あー、ルイージー。やばいな、ちょっと待て。待って、今2位だな。危ない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 。待て、ちょっと待て、そろそろマジでアイテムが欲しい。やばいな。うわ、ここでバナナ1つか。オッケー、なんとかここで。いいぞ、これは。オッケー。さあ、ファイナルラップ行きましょう。待て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 。落ち着け。うわーい。ここでサンダー。さあ待って、サンダーの項目見えなかったって。まあ、やっぱりビリのキノピオだろうな。多分これ、アイテム即使われたわ。落ち着け。オッケーオッケー、もう10枚溜まった。もうコインは10枚溜まったから、あとはもう、このままゴール、逃げ切るだけ。落ち着け、やばい、危ない。待って、前のあそこの上の方がマジ見えなかった。まあ、下画面があるからそういうのは行けるけどね。はい。ということで、無事1位。
よーし。ということで、無事1位を取ることができました。素晴らしい。これで30ポイント。うまいね、これは。さあ、ラストは、ウーフーアイランド2。さあ、ここはね、もう本当に、最後、ここ、ウーフーアイランド2、ここ、リメイクされていません。なので、頑張っていきたいと思います。よし、行くぜ。ここ、夕方が本当にめちゃくちゃ綺麗なのよ。なんで、ウーフーアイランド1と2が作られているのかは、未だにわかりません。続け。あ、待って。待って、本当にミラーの体感で味わってないわ、これ。落ち着け。オッケー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 。危ない危ない危ない。やばい。危ない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 。まずいな、これ。落ち着け。こう来て、あ、そうだ、あれ、できるかな、これ、ミラーで。ちょっと待って。これを、はい、行け。はい、こうすれば、オッケー、ナイスー。ということで、今やったのは、ウーフーアイ、マリオカート7をやったことある人ならわかるだろう。バグショートカットでございます。そう、これをすれば、だいたい2、30秒ぐらいね、カットできるんで、これ結構使えるんだよな。落ち着け、あー、待て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 。岩に当たってしまう。それでも見て、これ。まあ待って、下画面見せたいけど見せられないんだよな、これ。待って。それでもさ、ちょっと、あれだと思うわ。落ち着け。それでもちょっと、あれだよ。それでも今、マリオたちが滑空始めている。オッケー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 。ということで、ナイス !1 位それでも、ここら辺よくいけるな、これ。はい。ということで、これで40ポイントですね。うわ、2位27ポイントか。なんかちょっと、いけられたような気もするけど。いや、強い。本当に。はい。ということで、おぉ帽子とヒゲ軍団。なんかトップ3が、もうすぐヒゲになったよ。ということで、3位ルイージ、2位マリオ、1位ワリオ。なんかなかなか見られない光景だよね、これ。オッケー。よーし。ということで、今回は、はい、星2つ、結局星2つなんか。なんで、そろそろ星3つ取りたいな、これ。やっぱりちょっと強いアイテムとかに頼りすぎると、本当に、マジでちょっと、ランク的にもあれなので、まあそういうことなんだと思います。じゃあ、次回ですね。じゃあ次回、ミラーのスペシャルカップの方をやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。